き。サスケ、サクラ、来るぞ。ってあいつの霧隠れの術よね。待たせたな、カカシ。武者震いだよ。やれ、サスケ。見える。水分身を見切ったと。ライバル出現ってとこだな、ハク。そうみたいですね。何？タズナさんを囲んで俺から離れるな。あいつはサスケに任せる。片手の印だと。あんなの見たことが。戦殺水晶。殺したくないか。あの修行を。チャクラを一気に練り上げ、足へ。案外トロいんだな。どうやらスピードは俺の方が上みたいだな。あるか？このままじゃ返り討ちだぞ。ええ。なんだ。秘術。魔境氷晶。あの術は。鏡？何を？本当のスピードをお見せしましょう。ナルト、ただいま剣山。ふん、あのガキか。話が長い。たく、あのバカ。よし、行くぜ影分身の。ふん、よしまった。超ラッキーやったの。相手の正面から術をかけようとするバカがいるか。ハク、どういうつもりだ。ザブザさん、この子は僕に。手を出すなってことか。相変わらず甘い野郎だお前。だったらよ、俺だってお前を先にやっつけてやっからな。そのお面、やっぱりお前ザブザの仲間だったんだな。よっくも騙しやがったな。お前にもそんな余裕はないぜ。サスケ、君のこと忘れたわけじゃありません。いいでしょう、先に決着つけましょう。おいってば。君とはまた後で。あそこが本体か。こっちだよ。どうした、どうやって。サスケくん、サスケ！一体どんな技を使っている。この鏡が奴の攻撃の要であることは疑いようがない。よっ、助けに来たぞ。な、大丈夫か、サスケ。カトン！おい、何する気だってばよ。こいつは水を凍らせて作った鏡なら合格級の術。あ、どこだ本体は。え、影分身の
決よせ。だから何だってんだ。こんなとこでくたばってられっか。このみんなに俺の力を認めさせて火影になるって夢がよ。やめろ。なんなんだってばよ。奴の動きの痕跡が見えた。もう一丁だ。影分身の術。あらあら。無駄だということがわからないのだ。影分身の術！証拠にもなく。ガトンの術。時間がかかりすぎる。いいぞ、少しずつだがタイミングがつかめてきた。少しだったのに。ナルト、まだ動けるか。全然平気だってばよ。ナルト、走れ。ここから飛び出して外から攻撃するんだ。分かったってばよ。できるものか。負けねえ。カトン豪華球の術。今のでいい。もう一度やるぞ。まずは君の方から。後ろだ。ナルト、ここから抜け出すのは。これ以上は無駄にチャクラを使うな。奴の思うツボだ。そろそろ決着をつけてあげましょう。立て、ウスラトンキャッチ。分かってるってばよ。しつけえぞ。無線。いや、そうじゃない。あの少年に何かが見えている。どこに消えた？ナルト、気絶なんかするなよ。これ以上はてめえの面倒なんか見切れないぞ。君はよく動く。くれ、落ち着け、集中しろ。完全に見切った。あの両目、シャリンガン。見えた。君も決定限界の力を、戦いの中でその才能を目覚めさせるなんて、そう長くは戦えない。移動スピードを保つのにも限界がある。彼の目はもう僕を捉えている。こう使い、おびき寄せる。何？お前はいつまで経っても足でまといだぜ。このうすらどんかじかばって。大嫌いだった。なんでだってばよ。なんで俺なんか余計なお世話だ。知るかよ。
るかって思ってたのに死ぬな。罠と知っていながら飛び込んでいける尊敬に値する忍びでした。仲間の死は初めてですか。これが忍びの道ですよ。うるせえ、お前なんか手切れだったのに許さねえ。ぶっ殺してやる。なんだこのチャクラは。ザブザブのやつか。違う、アルト。なんてこった。さっきまでのあのことは違う。吹き飛ばした。ならばこれなら。そんな、まさかナルトの封印が解けたのか。今ならまだ間に合う。聞こえるかザブザ。この子には叶いません。お前はあん時の。もう僕に殺されたというのに僕を殺せないん。ナルト君、僕を殺してください。さあ早く。どこ行かねえ。強いやつでいるってことだけがお前がこの世に。うん、超濃かった霧がだんだん晴れてきたぞ。ごめんなさいナルト君、僕はまだ死ねません。何だ。俺様の未来が死だと？また外れたな、カカシ。